奈良県立医科大学は、果物の渋柿から取れる柿渋が新型コロナウイルスを無害化させるという研究結果を発表しました。柿渋は渋柿を絞って発酵・熟成させたもので、古くから塗料や染料などに使われてきました。奈良県立医科大学は新型コロナウイルスと唾液を混ぜ、純度の高い柿渋を加えて10分間置いたところ、ウイルスが無害化したと発表しました。飴やラムネなどに柿渋を混ぜて口に含むことで、新型コロナの感染を予防できる可能性があるということです。濃度、それから接触時間、つまりエビデンスに基づいた、ことをしっかりと考えないと、柿を食べたらいいのかとか、そういうわけでは決してないと。今後は製品化できる企業を募るとともに、人に効果があるか臨床研究も進める方針です。